子供の島、キラキラはいはい、皆さん、おはこんばんはどうも、日曜日の、えー、夕方七時、子供の島、キラキラのお時間がやってまいりましたはい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  ねええー、っとちょっと天気が崩れがちな、えー、今週末ですが、せっかくの週末が、ねはいあのー、雨、えー、やら曇りやらという感じなのですが、はい今日はね、あのー、県立高校の卒業式ということがあってね、あのー、雨の卒業式になった、えー、ところですが、皆さん、どういうふうにお過ごししましたか。はい 実はね、あのー、うちの息子が、えー、<laughs> すっごい私事 <laughs>、すっごい私事なんですけど、うちの息子が、あのー、実は今日晴れて、えー、県立高校を、えー、卒業いたしました。もうね、なんかあのー、嫁と2人でやっぱりね、ついついね、あのー、この3年間思い出してね、涙ぐむこともあり。 ねえあのー「633」で12年なんて僕たちが小さい頃にはそういう、あのー、言葉というかコマーシャルがあったので「633」で12年本当にあのー、ねえあの親にとっては感慨深いものがありましたよ <laughs> ありましたよとか言ってでもねあのー。 何て言うんだろうな、あのー、子供がね、えー、どういうふうに成長していっても、やっぱり親にとっては大事な子供あのー、こうやってなんとか無事に高校を卒業してくれただけで、非常に、えー、心から子供に感謝だなと思う一日になりました。はい。ね、えー、で、今日はね、あのー、あちこちで、だから、この、今日の午後ね、 あの息子とまああの嫁とえ卒業式の後にねちょっとあの食事に行ったんですけどどこもいっぱいねうんほんとすごかったあのうちの息子はさ卒業式なのにさ何食べるって言ってたらあのラーメン食べるなんていうかラーメン屋さん行ったんですけどね待ちましたよ <laughs> ねあの皆さんもおのおのの家族の時間を過ごしたかなと思います。 はい、子供の島キキラキラ、えー、この番組は NPO こどもの島がお届けする沖縄を子どもたちの笑顔でキラキラ輝く島にしたいなという願いのこもったラジオ番組でございます。 はい、えー、番組では皆様からの、えー、コメント、その他ご意見、ご感想など,ど、ど,どしどし、どしどしお待ちしておりますので、えー、できればメール、その他ツイキャスなど、えー、ファックスもありますので、ご連絡ください。えー、メールの宛先は、761、アットマーク、f m k o z a j p 761、アットマーク、fmkoza.jp。 ファックス番号は098-934-8653、098-934-8653。その他、ね、この番組は、えー、ツイキャス、それからユーストリームなどでも配信しておりますので、そちらの方からもご応募ください。 はいというわけでね、あのー、本当に今日はあは、のー、ちょっと感慨深い日になりましたよ。なんかね、あのー、子供の方がね、あのーまあ、ひょうひょうとしていて、あのー、卒業式もの朝でもね、もう本当、今までと全く変わらない朝ですよ、あのー、急いでんのか、急んでないのか分からない感じで、ねあの、マイペースで身支度をしてね、あのーまあ、普通に学校に行って。 うん、で、もう僕も嫁も、あのー、時間間に合わせて、えーねまあ、それなりの格好をして、まああのー、学校に行ってね、うん。で、なんかあれね、なんていうのかな、割と僕たちの頃よりおとなしいというか、うちの息子の場合は、もともとおとなしい学校なので、なんていうのかな。あのー あまりその小麦粉の匂いがするような <laughs> 感じはなかったんだけどなんかあれみたいねあのー、いろいろ聞いてみると最近はさあの僕たちまあ僕は高校卒業したやつのも2 2 2 2 3年ぐらい前だからねあのー、もうちょっと前か二十まあそれぐらいか,から20年以上前だからあのー、なんだろう あの小麦粉かけとか卵投げたりとかまあねなんかそのままあの銀天貝の天ぷらになりそうな <laughs> そんなそんな卒業式であったんですが最近はないみたいねうん、まあ、一部ではねあのまだやってるっていう子たちもいるみたいなんだけど最近はあの割とその高校生の子たちが割と冷ややかというか。 なん,かあのー、なんか小麦粉かけるの気持ち悪い汚い。制服汚れるさ」とかっていうようなさなんかそんな、あのー、感覚があるようですよ。 あなんか時代は変わったものでまああの親の立場からすると、えー、それがすごくありがたいなというような感じはします何分あの制服汚れるとねあの <laughs> ねあの洗濯機で洗えないからね <laughs> まあ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 ,、まあ、あそんな感じであのすごくあのまあおとなしくでもねあのなんていうか あの伝統的にこういうことをやるっていうのがあるじゃない卒業式ってでそれがねあのうちの息子の通ってたあの高校の伝統っていうのはなんかねあのブレザーなのよ学生服じゃなくてブレザーだからねあの制服のブレザーをさあの投げるっていうほら海外でさあの大学の卒業式なんかにさあの帽子をバーッと投げるっていうのがあったじゃない今もやってるのかな分かんないけど。 でなんかあれみたいなああいうような感じでね、あのーまあ、あの制服のジャケットをねブレザーのジャケットをバーッと投げるっていうのがなんか、あのー、そのうちの息子が通ってた高校の伝統で、まあ、なんかそれをやって、ね、みんなわーッとなってるわけですよあれ見てるとなんかいいなと思うんですがうちの息子ちょっと変わりもんでさバーッてみんながブレザー投げてわーッてやってるんだけど あのうちの息子すごい制服好きなもんだからさあのパッとすぐ投げ自分が投げたジャケットパッとすぐ取ってすぐ,すぐつけてたけどね <laughs> 何のためにブレザー投げたのか分かんなかったはずね本人は <laughs> まあまあまあそんな感じですよ まあでも確かにね何、あのー、ていうか今の子たちには今の子たち風の,その彼らなりの,その卒業式のはっちゃけ方というかさそういったものがあるんだろうなというのを感じましたまああの何、ー、ていうのかなあの学校の先生方もなんかこう僕たちの頃よりもさ、あのー、まだあの封建社会的じゃないので今の学校は <laughs>。 こんなこと言ったら怒られるかな <laughs>。俺小さい時ってさ、僕ら学生の頃ってさ、学校ってすごい封建社会だった感じがするのよね。だからあのなんていうのかあのいわゆる尾崎豊さんみたいな人がさ、あの学校のことをネタに歌を歌ったりとかっていうことをさあのするんだけど、いわゆるその。 その大きいその学校という組織というか押さえつけられた若者みたいなものが僕たちが,が学生の頃の学校のイメージだったんだけど今は違うねなんかあの生徒も先生も割と仲が良くてさあの一緒に頑張ろうねっていうような雰囲気があって僕はなんか最近の学校すごい好きですようんなんか先生たちもすごい頑張ってるしね。 まああのね何年か前からか10年ぐらい前からかなあのいわゆるモンスター・ペアレンツと呼ばれるような方々が増えましたがあの変な話、学校の先生たちね今すごくあの子どもたちに寄り添って頑張っていると思いますよまあ人によりますけどはいまああのおかげさまでうちの息子はすごくあのいい学校にね恵まれた学校に通わせていただいてあの先生方にもよくしていただいたのでねあとは。 残りは進路ね今週今週末だったかなあのー、ね発表ですねセンター試験のねいやーどうなることやら子供よりも本当に親の方が、えー、心配しているといったような形ですえどうなるのかなとりあえず CM! はいはい、お届けしております。子供の島、キラキラでございます。はい、この番組は、今日、ちょいする、ジョイするか。<laughs> 今日、ちょいするって、おなじみのカラオケのちょいさんの提供でお届けしておりますよ。皆さん、カラオケするならちょいさんにレッツゴーってね、はい。 あのー、今日はさ、あのー、実は僕、今日一1人でちょっと寂しく放送している感じなんですよ。いつものね、相方のしもじんが、今日はあはちょっとお休みでして、なんかね、あのお祝いがあるんだって、高校かな、高校卒業かな、あ、ねねねうん、後からまた下もに聞いてみたいなと思っているところでございますよ。はい、でね、あのー、なんかあのー まあ、卒業ネタばっかり話してるんですが <laughs> 卒業ネタばっかり話してるんですがあのとってもあの僕は何て言うんだろう、えー、と今日の卒業式が良かったのであのちょっともうちょっとだけ卒業式の話をさせていただきたいんですけどなんかあのすごい最近はあのプロジェクターでさあのパソコンでつないで 出すんだね、まあなんか僕もいろいろんだろうえー、っとまあ,あの講演会とか、まあ、講,演講演会とか何かあの講師をやったりとかあとまちづくりとかこども、えー、の島の何かとかでいろいろ報告会とかいろいろやるときに、まあ、プロジェクターを使っていろいろやるんだけど。 なんかあんな感覚で、えー、高校の卒業式やってるのねあれすごいね、あのー、でそれがさ、えー、っと放送部かなそれと、えー、生徒会の執行部で頑張ってあのビデオ作成とかしているのよねでこの作ってるビデオがさ結構、あのー、頑張って作ってて割と、あのー、質がいいんですよ。 まあ割と質がいいって言ったら、ちょっとあの上から目線とかあれだけど、結構よくできてるんですよ、本当に。それでね、あの、なんだろう、えっと、卒業生が、まだ1、2年生だった頃の他人の先生とかのビデオレターみたいなものを紹介したり、なんか本当にあによくできてるんですね。あれすごいなと思いますよね。で、大きなプロジェクターで体育館の角にさ、置いて。 でそれを、あのーまあ、放送というか、ね、放映というかさそんな感じでやってさあ,あれやっぱりすごいねあれはやっぱりすごいなあと思いましたよ、うん、だからやっぱり僕たちの頃よりももともと進んでるんだよねあの進んでるっていう何かってっうとこういった技術の使い方がうまいんだよねであのー、なんだろう 学校の先生たちも子どもたちに割とそれを任せてて学生さんたちにやってごらんっていう形でねなんかそれはすごくあのいい流れなのかなというふうに感じましたはいねどうですかねあの今日はせっかく3月の1日なので、まあ、本土ではね3月の9日かなかなんからしいよね3月の8かな9かなあのそれが卒業式らしいよね レミオロメンさん、分かんないけど、あんまりあの、ごめんなさいねあの3月、3月9日、3月8日とかっていう曲があるらしいんですよ。今日なんかうちの息子の卒業式でも歌ってましたけど、その曲を。あのーまあ、あのそれでなんか本土ではあの 8, 日8日か9日らしいんですけどね、沖縄は3月1日っていうのが。 通例なので僕たちの頃からそれは変わってないなという感じなのですが。はいというわけで今日のテーマは「卒業」。 はい、皆さん何か卒業に関係することとか、まあ、卒業式の思い出などなどありましたらどし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 ご連絡ください連絡はメール 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp それからね あのー、まあ、ツイキャスなどでもね。あのーえー、配信してますので、そちらからでもね。どしどしどし,どしはい、えーえー、まあコメントいただければという感じでございます。はい、卒業ね。なんかあれよね。あの僕は、えー、卒業といえばさあのー、全然あの何、ー、て言うんだろう。えっ、ー、と。 卒業式を終わってこの,あの小麦粉投げとかあの卵投げみたいなものをあのできるだけ体にかからないようにこそこそと逃げるように <laughs> 家に帰った思いがありますよ本当にあれ何だったんだろうねあのー、僕の中ではあのー、すごいあ,のああいったものが ちょっっとあの苦手に見えてしまっていたんです、ね、はいあのー、まあ僕は中学校ぐらいからほぼ一人暮らし状態だったのであれをやられると俺自分で選択しないといけないとかいやクリーニング代ないからななんつってそんな感じでしたはいここで1曲お届けしましょうねどっちがいいのかな僕的に好きなのはハイファイセットの方かな そっちの方がいいかもしれないね。h i ァ i セットの方でいきましょうか。はい、えー、卒業写真、ベタだね。 ははいはいお届けしましたよ、この曲、すごいいいんだよね。なんかさ、あのー、細かいこと言っちゃうとあれなんだけど、あのー、僕はこの、えー、h i ァ i セットさんでも、荒、まあ、井由実さんでもね、今は松井由美さんですけど、あのー、この「卒業写真」っていう曲はすごく大好きな曲で、あのー、やっぱりもちろんねもちろん音楽的にも素晴らしい曲なんですよ。あのー、なんていうかね、あのーまああのー、細かいこと言うとさ、あのー あの枯レ葉っていう曲皆さんご存知ですかねあのジャズスタンダードでよく演奏されてもともとはフランスのシャンソンかなんかの、えー、で生まれた、えー、曲なんですけどあのイントロのコ、えード進行があのこの卒業写真のイントロのコード進行がその枯レ葉と同じようなねコード進行が使われていてなんかあのちょっと。 あのそれだけだとジャジーなのかっていう感じがするけどそうでもなくこの切なさを醸し出してる感じがねすごくいい曲だなと思いますはいはいはい卒業といえばね、あのー、僕はあのー、あれですよ、あのー、ずっと一人暮らしだったので、あのー、卒業式終わった後さえー、っと僕と同じように、あのー、こう同級生の中で えー、小麦粉投げられてワイワイっていうのがそんなに、あのー、それに積極的じゃないもう一人の、あのー、友達がいてそいつが僕ん家に来てそれで二人でね、あのー、こうタクしたっていうのが僕の高校の卒業式でしたねはいはい。 の皆さん、あのどしどしコメントお待ちしておりますよ。はい、じゃあ、あのコメント届く前にね。えー、っと1あ、昨日えー、音行われました。あの沖縄市。 えの子ども議会の、えー、サポーター研修の模様をちょっと皆さんに、えー、お伝えしたいなと思っております。実はですね、あのー、今年も、えーまあ、番組でも何度か、あのー、なんていうんですか、えー、告知させていただいておりますが、ねえー、っと先月はあの子どもの国の職員さんも今日ゲストで来ていただいてね、あのー、放送させていただきましたが、えー、その沖縄市、子ども議会が。 今年も始まりまりで、えー、と子ども議会自体はですね、えー、と5月だいたいゴールデンウィーク明けぐらいから子ども議員を募集してで子ども議員の方々と一緒に大体いい6月ぐらいから子ども議員さんたちの研修が始まるんですよ議員研修ですねで、えー、その前に議員研修のから子ども議会の本番まで、えー、子ども議員さんたちをサポートする 子ど,もぎ子ども議会サポーターズの方々を、えー、広く公募してで集まった方々も、えー、っとサポーターの方々にも研修がちょっと必要なので、えーまあ、研修を進めているところなのですが、あのー、先週の土曜日は子ども議会サポーターズ研修の、えー、第3回,目で、えー、3回目の研修で、ね、僕が講師で、えー、行かせていただきました。でえー えっとまあ、どういった、えー、研修を僕はさせていただいたかというと、大体いい、えー、子ども機会サポーターの研修の場合は、えー、っと子どもとの接し方とか、えー、その子どもたちをこうリードしていく方法とか、そういったことなんかを、あのー、研修で、えーっとまあえー、なんていうのかな、あのー、研修でもどっちかというと、結構、体を動かしたりとかしてたんじゃないかな、でそういうことをしているんですが。 いわゆるあの子どもとの関わり方みたいな感じをね、子どもの,の扱い方っていうとあれだけど、まあ、そういうことを研修するんですが、あの僕の場合は、えー、っと今回、この子ども議会ですので、その議会っていうものは何なんだろうとか、まあ、あの政治的な話もそうなんですけど、じゃあ政治っていうのはあの政治家だけのものなのか、いや、そうじゃないでしょうと。 政治っていうのはすべてに関わることで、あの街のちょっとしたあのことでもすべて政治なんですよとでその、いわゆる議会制民主主義と呼ばれる、ちょっと難しい言葉だよね、これね、まあ、一般的に今言われている議会制民主主義というのがあります、議会制民主主義っていうのは、正式な間接民主制という制度なんですが。まあ 何かというと、まあ何、何は何でもない、あの僕たちがやっている、普段やっているあ、あれですよ、選挙ですよ、はい、いわゆるあの選挙によって、われわれ有権者の、えー、代表を選んで、で僕たちがあの直接、えー、国や行政に何かを言,え言,う言うとか言わないという代わりに、えー、僕たちの代表者が、ね、僕たちの代わりに、えー、国や行政に対して何かを言うと。 ね、つまりあの、そうそうすることによって、僕たちの代表が、えー、僕たちの意見を代弁してくれているので、間接的に僕たちが、えー、政治に関わっているというのが、間接民主制という、ね、いわゆる今の,その議会制民主主義の中の間接民主制という、まあ、今の一般的な、えー、我々が行っている政治の形態ですね、いわゆるそれが間接民主制というやつです。 であの間接民主制とは別に、ね、実は、ね、直接民主制というのもあるんですよ。まあ、あのこれは、間接民主制と直接民主制というのはこう、いわゆる相反して例えられる場合が多いんですが、僕は、ね、この2つをあの対峙させるものではないという考えなんですね、僕個人的にですよ。 個人的にはこれを相反して考えるものではないというふうに思っています。要はね、あのデモクラシーのあり方なだけなんじゃないかというふうに思っているんですね。あのー、僕たちの代表を選んで、その代表が、えー、僕たちの代わりに、えー、僕たちの言葉を代弁してくれるのか、あるいは僕たちが,僕たちが、ね、直接その、僕たちの意見を言える。 っていう、えー、環境があるのか、この違いなだけなので、僕はあの対峙させて考えるものではないと思っています。例えばね、例えばあのみんなでさ集まって例えば、えー、何がいいかな、何でもいいんだけどねどんな組織でもいいんだけど、まああの学校にしましょうか、クラスという組織がありますね。 あのー、学校の教室の中で、えー、何年何組に所属してますという形でそれは組織なわけですよでその組織の中で、えー、何か、えー、問題が起こるとしますでその問題を、えー、じゃどうやって解決しようかっていう時にみんなで話し合って決めるとねみんなで話し合って決めるとでそこには先生がいてみんなの意見を聞いて吸い上げてじゃあどうしていこうかっていうふうにするわけですよ まあ言えば、行政的な役割なわけですね。その場合、クラスのみんなで話し合って決めるので、これは直接民主制の形になりますね。そういうことです。直接民主制ですね。で、それではなく、じゃあ例えば、学校の、学校自体の,そのクラスの問題ではなく、学校自体の何か例えば、校則変えようよとか。 学校でこんなことをもっとやってほしいとかそういうねもうちょっとあの規模の大きな内容をなんとかしたいなという時にあの学校って例えば1000人とかさ生徒がいてみんなで意見出し合ってたら大変だよねだからそこであの学校の生徒たちの,あの代表者を選びましょうと僕たちの意見を代,わりに代弁してくれる代表者を選びましょうと。 いうことで、えー、選挙をするなりなんなりして生徒会,、えー、生徒会長を決めたり生徒会という組織を作っていきます、まあ、これがいわゆるです、ね、生徒会という、えー、生徒会長というのが出来上がるとです、ね、いわゆるあの総理大臣みたいなものですよ、ねまあ、あるいはあの議員とかでもいいですよ政治家、えー、国会議員とか県,県議会議員とかでも何でもいいですよ。ね でえー、それからその生徒会長がいたら生徒会という組織が生まれるわけですね。でこの生徒会という組織がいわゆる政党だったりとかあるいは何だかしらの,あの組織の執行部になるわけですよ。ね、でその生徒,会生徒会長や生徒会という組織は、えー、学校にいる生徒全員のね生徒というそのいわゆる有権者ですこれはねに支えられて存在すると。 でそうするとそこで、えー、生徒会が、えー、生徒の意見を吸い上げてまとめていきながら、えー、学校の校則でこういうのこれもう今時こんな校則ちょっと古いからさこれ変えちゃいましょうよっていうことがあると、えー、それをしっかりと文章にして、えー、正当な根拠をつけてでそれから学校長に直訴ができるんですね実は。 変えてくださいっていう層がでできるんですよこれ面白いと思うんだけどなこれこれが面白いって感じるかどうかは人それぞれかもしんないけど僕はさこれすごく面白いと思うんだよね。 うーんまあ、保守的にさ昔から続いている規則をずっと残そうよという,うとかそのむ昔ながらの伝統を残していこうっていう考えといやでも時代が変わってくるんだからこういうふうに新しく変えていこうよっていう革新的なその意見とかさ、えー、そこで本当はその学生の時に。 あの政治っていう感覚がないにしろいわゆるその感覚的なデモクラシーっていうものを身につけていけることができるんじゃないかって僕は思っているんですねだけどあのなかなかねなかなかそれがね生徒主体でこれをやっていくっていうのがまあなかなか難しいのかもしれないね。だからそういういいこととができていけるとあの日本は もうちょっとその本当の意味での民主主義っていうのをあのそういう感覚を持った若者とかそういう感覚を持った子どもたちっていうのが増えていくんじゃないかと僕は思ってるんですけどねだってさあのほら学割ってあるじゃない学割学割ってあの日本の法律にどこにも書かれてないのよね学割っていうことは一言も書かれてないだけど学割ってあの多分皆さん あの学生の時に使ったことありますよね一回ぐらいはねあの何、ー、だろう、あのー、例えば最近だったら携帯よね携帯の学割であの昔だとさ僕たちの頃だと携帯とかがないからさ学割っていうとやっぱりあれかなあ沖縄なのでバスの定期券とかバ,、まあ、バスはあの年齢によって金額変わったりとかするからね学生割引みたいなもんですけど。 実はこの学割っていうのはあの一説によるとね1960年代とか1970年代の安保闘争時代の,あの学生運動の中からこの学生だからあの大人と同じ金額じゃなく学生厳しい学生たちのために学生割引をっていうような権利をねあの勝ち取ってきたっていう説があります。これ面白いよね だからこういう形のさデモクラシーって僕すごい大事じゃないかなって思うんですよ。いまだにだからこれ法律とかそういった日本のさ定めるところの規則ルールの中に「学割」って言葉一言も載ってないのよ。それなのに携帯会社だろうが何だろうがみんな学割やってるでしょだどっかでさ あのいわゆる学生運動をしていた人たちがこの勝ち取った学割っていう権利のさ恩恵をみんな受けてるんだよね。これ面白いね。 れかれてて学生運動を完全肯定はしませんけど <laughs> あのでも、僕はその過去の学生運動がどうだったとっいう話を今したいわけじゃなくあのいわゆるその子どもたちがもっと自主的に子どもたちや若者たちがもっと自主的に自分たちの権利をあの主張するんではないのね主張するんじゃなく自分たちの権利をえ勝ち取っていくねこの勝ち取っていくっていう感覚を もっとあの今の、えー、若者たちが、あのー、実践していけるといいなと思っている所存でございます。こちらで一旦 はいはい、お届けしております。子供の島キラキラのお時間でございます。この番組は今日チョイするっておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ。皆さんカラオケするならジョイさんにレッツゴーってね、はい。<laughs> でも僕は続けますよ、この,あの誰,誰か。 だんだん、あのー、もう本人の原型をとどめなくなりつつあるこのモノマネを僕は続けていきますよ、はい、<laughs> はい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 ゃねえー、っといわゆる、あのー、子どもたちや若者たちが権利を、あのー、きちんと勝ち取っていくっていう話をちょっとしまして、えー、そっちの方向に話がそれましたがあのー、それでね あの子ども議会のサポーター研修をしていてその,その中でいろいろね、まあ、今の話はあの軽くちょっと話をしただけであったんですがそういうふうにあの間接民主制と直接民主制ってあんまりあの、ね、あの今選挙っていう感覚だけで直接民主制との違いっていうのはあんまり言われないからね、うんうん、それでそういった話もしながらであの議会の成り立ちとかね で村社会っていうところまで簡単に遡って、まあこの村社会っていうのすごく大事なんじゃないかな現代社会のさあの民主政治っていうのを考えるにあたって僕はこの村社会ってすごい大事なんじゃないのかなって思っているんですよいわゆる村社会っていう考え方の中ではあの直接民主制が基盤になってるんじゃないのかなと僕は思ってるんだけど でその村社会っていうその小さな直接民主制社会の、えー、が増えることによって、えー、その個々の各々の,その村社会の代表者を選びでその代表者が全体に意見を通していくっていうのが間接民主制なのかなって僕はなんかそういうそういう流れなんじゃないのかなってに特に日本においてはねなんかそういうような感覚が僕は感覚というかそういう風に僕は捉えているんですが。 まあこの村社会っていうのがね実はさあの沖縄では戦後昨今まで実は残っていて今でもさ村社会っていう感覚はやっぱりあの沖縄本島の亡のき人とかね国神とかあそこら辺まあ特に亡き人方面なんかそうだろうね本部の方はねに行くとまだ村社会的感覚が残っていると思うのよ。 でこの村社会っていう感覚はすごくあの貴重な部分で現代社会になっていってどんどん失われていっているんだけどさいわゆるあの、まあ、フランスで起こった産業革命とかねそういったものの中でどんどんその村社会がさ、えー、淘汰されていって労働力があの中央に集中されていって。 でえー、いわゆる大きな工場の中でたくさんの人が働くみたいなそうするとさその能力の差があからさまに出てしまうのでこのその生産する労働者の能力の差でいわゆるその著しく生産能力が低い人間は弾かれちゃうわけね。 でその組織の中か,らでその弾かれていってしまった人たちをじゃあでもその人たちもどうにかしないといけないよねっていうことで、あのーまあ、生産しているその中央集中型で、えー、生産しているその生産力から生まれたその経済利益のうちの何パーセントかをその、えー、経済社会から、あのー、こうあぶれてしまった人たちの 生きていく糧に,しに当てましょうというそういう、あのー、仕組みがだんだん生まれてくるわけね。で今、まあ、あの福祉っていうとだからどうしても弱者のものというイメージなんですがでも基本的に福祉っていうのは全国民がより良い生活を送るための制度であるので一概にはそのことだけではないんですけど概念のスタートとしてはやっぱりそういうことらしいですね。うん でじゃあこれがまあ現代社会産業革命以降の現代社会の始まりなんだけどあのそれ以前の村社会というのは何かというとその各地域ごとにたくさん村があったわけよ、ね、で各村、村地域ごとにあのみんなで生産してで生産能力の高い人も生産能力の低い人もみんなで働いてでそれでみんなで作った利益。 ね、それは利益はお金であってもいいし利益っていうのは取れた穀物とか家畜とかでもいいですよ。うん、でそういったものをみんなでねあの均等に分配していく、ねあの。お前も働いたんだからお前の取り分なっていうふうにあのその生産能力が低かろうが高かろうがみんなで均等に分配していく、ね。っていう社会が昔はあったわけですよ。でこれが村社会っていうもので ただどうしてもそのみんなでその生産してみんなでそれを分け合っていくという社会なのでそのみんなの協調性とか輪の中であのちょっとその協調性を欠く人間が生まれるとその人間は異端扱いというかちょっと弾かれやすくなると。 それはだからあの能力があるないで弾かれるのではなく協調性があるないで弾かれるっていうその特徴があってそこがさすごく僕は村社会と現代社会を考える上で大事なポイントなんじゃないかなと思ってるんだけどあの現代社会のこの産業革命以降の社会の中では生産能力の高いか低いかで人間が弾かれていくわけよね。 だけど村社会の中では、えー、生産能力とか能力があるかないかで弾かれるのではなくこの、えー、小さなこの村っていう組織の中で協調性があるかないかで弾かれていくわけこの違いってすっごい面白いと思うんだよねあどうだろう面白いと思ってくれてる人いるかな分かんないけど <laughs> 僕はこの違いがすごく面白いと思っていて。 だからどっちがいいとか悪いとかの話じゃなくそれがすごい面白いなと思っていてでえとただやっぱり生産の合理性というかねあのすごく合理的にいろんなものを生産できるっていうのはやっぱりその産業革命以降の現代の中央集中型の生産えシステムなので今は現代社会っていうのはほぼその中央集中型の生産システムになっています。国全体を見ても中中央集中型でしょ 東京に一点集中してるからねね日本の場合は、ねうん、でそういうような社会なんだけどそう,やそうしてくるとね実はね今度はそれが封建社会という,封建社会というかねその権力を握った側の人間が国民をコントロールしたがるっていう特徴があってさでもこれに関しては人間がずっと長い歴史の中でやってきたことなのかもしれないけどね一概にこれだけではないと思うんだけどさ。はい まあ村社会の中でも小さな封建社会がありますからね、うん、村長さんとかあの地主さんとかっていうのは力を持ってるしね。 でまあ、沖縄に関しては市議会議員の市町村の議員さんのレベルでいうといまだにその大地主さんとかが議員さんだったりとかするわけだから、まあね、あ,のあとは公民館の区長さんとかがそのまま議員さんになったりとかするパターンというのはいまだに多いので、まあ、そんなにあの村社会からあの人間というのは本当は成長していないのかなというのも感じました。でまあ、その村社会と、えー、現代社会会と現代の違いなんかを 話しした後と、あとこっから前置き長いな俺。<laughs> こっからなんですけど、あのー、それを踏まえてまちづくりゲームっていうのをやったんですよ。で、えー、っと昨日の、えー、子ども沖縄市子ども議会サポーター研修では、えー、っと大人の、えー、サポーターさんね、あの子ども議員さんをサポートする大人の方々や大学生の方々。 でそれからあの今年まだ人気が残っている子ども議員の皆さんね、中学生の子ども議員さんたちなどが集まって、十何名かいたのかなで、2グループに分けて、あのえー、山村と、えー、海辺の漁村、ね、の2つに分けて、ですね、まあ、あの大きなあの、まあ、テーブルを囲んで,で、その中でテーブルに模造紙を敷いて、 で、そこにね、山を描いたり、川を描いたり、で、海を描いたりとかしてね、で、そこにあの参加してるみんなで、一個一個家を、あの、付箋とかに、付箋紙なんかにね、あの自分の家を描いて貼り付けていくわけですよ。最初は家を,家家をさ、あの自由に選ばせるわけ、家を、場所をね。 川沿いに家を置くところもあ,るしあれば山の近くに家を置くところを置く人もいてでもこう、えー、と自分でこの主体的に何かを選ぶのが苦手っていう子は最後に余った土地になるから何もない土地を選んじゃったりとかするわけ。でその中で、あのー まずは食べていかないといけないからこのまちづくりゲームっていうのはまちを作る前にまず自分が生活できるようにならないといけないというところから始めるのねだから川沿いの人はじゃああなたはどうやってあの家庭を得ていきますかっていうとじゃあ僕は釣りをし始めますっていうとじゃあ釣りをするから手段として釣り,の絵を釣り具の絵を描いてこの付箋紙にねまた家の横に置くわけ貼り付けていくわけで魚が取れるってなるとじゃあ魚の絵を描いて で山沿いの人はじゃ木の実を取りますとかで川の上流とか河口の方ではあのじゃあ私川の近くは畑やり始めますとかいろいろやっていくわけでそうやって、えー、村社会からだんだんと、えー、その中で人口が増えてきましてどうしますかとか、えー、村長さん選ばないといけないねとか、えー、病院が必要になってきたねとか。 子供が増えてきたから学校作んないとねとか言ってだんだん町になっていくのね。でそうすると、えー、2グループあるからあの、えー、漁村の人たちがあの例えば、えー、山村の方に何,何らかしらの外交交渉に行ったりとかねあの物々交換のあれの交渉に行ったりとかさ、まあ、そういう風にして町づくりをしていくっていうゲームで町づくりをする時に一番大きなのがあの2つ。 あやっぱりあの交,渉、ね、交渉をする、うん、交渉能力の高い人間がそのうちやっぱりそれを担っていったりとかするんだけどあともう一つは移動手段ねじゃあ,あの川の向こう側にいる人に交渉するんだけど川渡らないといけないじゃあどうしたらいいのとかねでやっぱりそこからねあの外交とかあるいはその移動手段っていうものでじゃあ道路を作っていかないととか。 そういったかからインフラっていうものの大事さを学んだりとかねそういったことが実は学べるとても面白いゲームなんですよでこのまちづくりゲームを昨日をやっていてそれな今まで何回か子どもたちとかあの若者たちとか大人,大人も交えて,交えてはこのまちづくりゲームっていうのをやってきたんですが昨日とっても面白かったんですよこれ何かっていうと面白い現象が起こって あの今までまちづくりゲームをやっていて、まあ、あの今までって言っても、まあ、23回しかないんですけど大々的にこういったあの研修会とかそういったのでまちづくりゲームをやったのは23回ぐらいなんですけどあの漁村の村昨日グループを2つに分けて山村と漁村に分けたんですが漁村のグループにすごいその自分で何かを選ぶのが苦手っていうあの若い子がいたんですよ。 大学生の男の子がね。で彼はあの最後まであの土地も選びきれなかったので一番生産性の低い川にも遠い山にも遠い海にも遠いっていうさ中間地点みたいなさ <laughs> 本当にその書いた、えー、地域の漁村地域の中間地点みたいな場所に彼は住んで生産ができないから「どうすんの君生産できない魚も取れない木の実も取れない」っったら「 あ,あなた死んじゃうよとか言ってじゃあどうするって言ってでじゃあ彼がなもらってきますっていうのね <laughs> もうあのやむにやまれずなんだろうねもうあじゃあじゃあじゃあもらってきますとか言ってさ生産ができないからとかって言ってそれであのその彼がねあのまず山の近くに住んでる、えー、人のところに、えー、何か食べ物を分けてくださいってもらいに行くわけ。 そしたらその山の近くに住んでるって設定したその人がねあのじゃあただで食べ物をあげるのはあれだから一緒に山に木の実を取りに行ったりあの木の枝を取りに行ったりしてくださいっていうことで彼に労働を課すわけねでそれじゃあ分かりましたというところで交渉が成立して彼は木の実を得ることができるわけ。 で木の実だけだったらあのタンパク質がなかなか簡単に取れないでしょ植物性のものだけだから、あのー、できるだけ動物性タンパク質も取らないとねということで彼は今度、あのー、川の、えー、川沿いの人のところに、あのー、食べ物をくださいって <laughs> ほ,ほ,ぼほ,ぼほぼあれよねその古事状態だわけとっても面白いんだけどとっても面白かったんだけど古事状態それをするわけ。 でこの川沿いの人もじゃあ一緒に魚を取るのを手伝ってくださいとかでそれを彼は続けていったのねでそれをしながらだんだんとえ彼はえそのえ漁村の地域でえいろんな生産をしている人たちのえ意見を聞いてそれをじゃあやりましょうとじゃあこれやってくださいって言ったらじゃあやりましょうやってくださいやりましょうっていうのを続けていったのね。 で要は要望に応え最初は食べ物が欲しいからじゃあその代わりこれをやってって言われてはいやりますだったのがだんだんとその地域に住んでる人たちの要望を聞いてそれを具体化するそれを行動に移すっていう役割にどんどん彼のポジションが変わっていくわけそれで最終的に彼どうなったかっていうと村長になるわけみんなの意見を聞いてみんながやってほしいことをやり続けていったもんだから 彼は結局村長になってみんなの,あの合意のもとにねそれがで、えー、っとその村はどんどん発展していったわけねこのグループのうちの一つの漁村はねでどん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 発展していって彼は村長になってでも交渉能力っていうのは基本的に彼は受け身だからその地域の中で交渉能力の高い人間を今度は山村の方に交渉に生かしたりとかするようになるのね。 これすっごい面白い現象だなと思ってもちろん僕が意図的にそういうふうにその誘導したわけではなくあのー、昨日の研修の中でこれは自然発生的にそういう結果になっていったんですよ。で要は僕はここで何で面白いのかっていうと、あのー、リーダーって皆さんすごくリーダーシップっていうイメージって。 自分の意見がすごく強くてみんなを引っ張っていっていや僕はこう思うよってはっきり意見を言っていくみたいなそんな人がリーダーになるっていうイメージありませんねこれがさ僕の中にもやっぱりそういうとこちょっとありますよ。僕はどっちかっていうとズバズバいものを言うタイプなので、あのー、よくリーダーシップみたいなこと僕言われますけどでもね昨日のこの結果を見ていてリーダーシップっていうのは 必ずしも自分が強い意見が強い人がリーダーになるんじゃなくそのリーダーの素質っていうのはできるだけ多くの人の意見を聞いてその多くの人の意見をできるだけあの頑張って実現しようとする人逆に言ったら自分のプライベートな意見っていうのを持つ必要ってそんなにないのかなってそれをすっごいこう感じましたね。 とってもすごいい面白い結果が出ました、まあ、研修だったのに時間の都合上途中でこのゲームは終わったんですが、まあ、子ども議会あの今後もねこどもの島として関わっていきますのでまたあの番組でも子ども議会の内容などもお伝えしていきたいと思います、えー、本日は、えー、県立高校、えー、卒業されたたくさんの皆様、えー、卒業おめでとうございましたというわけでまた来週 Bye, Peace.